押すか押すかボタン押します。3日ポン、あやばい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 。ああ、うまくいった。かまどの火にさ、松明使ったら松明に火がついた。へえ、これでこれでそこを明るくしてみる。うん、持ってきた。せーの、おお、明るい明るい明るい。あ、で、そこで明るい状態で斧を近づけば取れんのか。明るくなって取れない。あ、取った、取れた。オッケー、あ、敵がいた。また敵がいた。逃げろ、閉じ込めるんだ。逃げろ、逃げろ。斧に当たってみる。これもう誰もいないですか。これこれも誰もいないし、この流れ期待してる人も誰もいないんじゃないか。誰もいないか。それこれもう、これあれ、こすりすぎた、そらさん、ごめんね。なんだよ、なんだよ。意外と普通だったっていう。その斧はそらさん、なんて書いてある。この斧は、はい、マスターキーって書いてる。マスターキー、マスターキー。ショットガンのアタッチメントのこと、マスターキーって言うよね。そうそうそう。そうなの、アジを壊すためのあの、あ、で、これで、あ、だからマスターキーなの、あれ。そうです、そうです。 MGO でアタッチメントついてて、あ、ついどこだっけ。ここだ、ここ、ここ。あ、階段、うわ、ね、本当だ。おー、来た。銃で撃ったような音がしたのは気のせい。あ、開いた。あ、3階への階段がある、ここ。おー、明かり、明かり。よっしゃ、なんかある、あ、なんかトリップワイヤフ、これ2階大丈夫ですか。うわうわぁ、湧いた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 。あ、でも弱いやつだな、これ。ゴーゴー、まず片方。お、広い広い。なんかボタンは押さないでおく。押すか押すか、ボタン押します。3日ポン、あやばい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 。あ、なに、チャミ、そういうこと。うわぁ、あれ、なになに、抜けた。はぁ、抜けたよ、すり抜けた。おい、みんなこっちこっち、反対側反対側で、全員入ったら階段、壁のスイッチ押して。押すよ、いいよ。うわっ、迫ってくる。わわわわわ、そう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 。おお、すごいな、すごくない、今の仕掛け。痛い、すごい。ワイヤートラップが仕掛けてある、ここ。レーザー、レーザーか、これまたあるけど。これだってあれじゃないの、いつものじゃないの、これいつもの。これはあのアイクさんが押すスイッチ。これアイクさんのアイクスイッチヤイクさんのスイッチじゃない、それ。あ、イクスイッチ。だから MP ないの。 MP がない。いいよ、行くだけ、やるだけ行ってみよう。はいはい。え、あれ、うわぁ、鳥肌立った。うわ、なんだこれ。うわぁ、うわぁ、良いやつ、良いやつ。うわぁ、これ飛ばさせんのか。これワープ中なのかな。あ、止まった。え、暗くね、真っ暗。ちょ、みんなどこ。ナイス、真っ暗や。タイム、あ、暗いよ。あ、外が変わってる。異世界やったのか。うわ、異世界だ。はい、うわ、怖っ。なにこれ、裏世界みたいになった。しかも視界が悪い。見にくいな、これ。固まらんとあかんやつや。うわ、なに、たまにそれで見るのか。これは面白いマップだ。これやべえぞ。なんだこれは。あ、確かにサイレントヒルっぽい。お前、鏡の世界や。知らん、やったことない。サイレントヒルやったことないです。静岡やん。違う、静岡やん。何、静岡、何で、羽生田村ってこと。サイレントのヒルだから。サイレントヒルだから。サイレン、静岡。あ、なるほど。静かな丘、静岡、サイレント。うわ、目ん玉が置いてある。うわ、やば。うわ、目ん玉、目ん玉でか。あ、こっちも置いてある。わお、うわ、マジで。うわ、あれ、ガッチャンさん、こんなゼリー作ってなかったっけ。目玉ゼリー作ってます。作ってます。リアルです、こっちのが。やば、なんか
ホラゲーを凝縮したような感じですね。なんかやばい、なんか雷落ちる瞬間画面ガクッとなるな。ルマンドアイス、ルマンド、うん、マンド、ああ巻き菓子、そう巻き菓子、あれはうまい、あれ美味しい、うまいね、あれね、うまい、あれは、あれ一瞬パッケージ見るとレーズン入ってるのかなっていう思わない、紫色でルマンドってあれもともとチョコのなんかコーティングしてあるスナックのなんか薄塗り、それのアイスです、ね、そう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 、俺毒持ってるぞみたいな生物的な、そのなんていうの、俺レーズン入ってるぞみたいな色してるけど実は入ってない、それルマンドファンから怒られますよ。いや、ルマンド好きですよ。この中でまさかレーズンが好きとかいう人はいないですよね。大好き、ええ嫌い、翔さん好き、レーズンパン美味しいですよ、バスさん好き、ソロさん好き、俺も嫌い、レーズン嫌い、世の中にいなくていいもの、確かに、何ブドウは好きなのにさ、干すなよって思わない、はでも給食のレーズンパン奪い合いでして、うちの人、いや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 、休みの子のやつとか、うわじゃんけんねぐらいの気を、マジ、はい、え、アイクさんはレーズン、どちらかと言ったら苦手です。ああなるほど、まあ、レーズンもアイクさんのこと苦手だと思うけど、はい、じゃあアイクさん、アイクさん、ハンバーグにパインは許せない派だな、ハンバーグにパイン、あ、でも俺それはあり、はい、料理に果物、酢豚の、ありですか、酢豚に豚とか、あ、豚じゃねえ、酢豚には豚入ってる、パイナップルとか、酢豚なかったら酢や、酢なんだっけ、はい、では前回の続きをやっていきたいと思います、はい、大丈夫、誰咳込んでるの、風邪気をつけて、大丈夫、酢でも吸ったか、酢を吸ったか、本当に豚抜いちゃったんだもん、スースーとなんで息ができなくなるんだ、吸わなかったらダメだもんな、ね、豚抜いたら大変ですよ、酢豚に、ダメだわ、この会話をしたせいで全部会話使わなくちゃいけなくなりました、確信犯です、いやーやってくれるな翔さんは本当に、では、僕は撮影外の間にちょっとここをぐるっと冒険したら、階段、降りる階段があって下降りてって広いところにボスがいたんで、多分それを倒せっていうことだと思います、おー、はい、ではそれを行きましょう、一応戦う準備をねしといてください、よし、レッツゴー、いや、ゴーってもどこに行くのいや、その階段を探しにレッツゴー、さすがに案内まではしてくれ、案内まではしませんよ、俺びっくりした今、俺時を止めちゃったかなと思った、と思った、すごいな、まだでも多分みんな待ってたよ、待ってたね、こ、え、道中敵はいないんですか、ここは、あ、いなかったよ、雷でやっと見えるけど、これなんか設定とかで暗めとか、おー、わかる、あった、あー、ボス、バグってる、バグってる、ボス来てる、ちょっと来てるよ、そこにいるんだ、そこにいる、そこにいる、ここにいる、あ、判定あるわ、判定ある、あ、でも翔さんがターゲット見えない、ここにいる、俺の目の前にいる、いる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 、行って、あ、そうしないと見えない、どこ行ったあいつ、一瞬明るくなった、どこだ、いた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 、いた、どう、いた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 、でもこれよく見たらトモさんが燃え尽きたような顔してません、あれ倒した、あ、いた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 、あ、第二形態で明るくしてくれたのかな、え、なに、クミさんが2階で迷ってる、何やってんの、あの人引くわ、それはそれは引く、洋館と同じ感じですね、これ、洋館、そうだね、え、逃げたぞ、あいつ、いや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 、今何した、今明るい時あんた上にいたでしょ何じゃんあの人、来て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 、魔法、おお、やっぱ一回切ると、あ、倒した、あ、違う、本体抜けた、違う、本体抜けてる、あ、消えた、あ、消えた、そいつに実体はないとか、あ、そういうこと、なんだこれ、かつらわっちゃいけないみたいな、うわっ、おえ、あ、上に続いてません、それ追っかけていく感じ、え、なんだろう、目玉、あ、あったよ、あったよ、え、ここここ目玉、ここなんか終点な感じがする、おろろろろ、目玉のテーブル、わー、おー、また目玉、なんだこれ、これは目玉が青だから、やっぱ青字幕の人が叩くべきでは
ちょっと上側赤くなる。上赤、いやでもほら青のが面積多いよ。反対側赤い。反対側赤い。え、これ黒じゃない？黒だよね、アヤクさんこれ。なんでクミさんには遠慮するんだよ。正解だわ。うわ、あ、でも何にもないわ。じゃあもっとあって、もう全部壊していくんですかね。そういうことか。あ、あった、俺あった、壊します。はい、壊した。おお、え、もしかして1個ずつしかない。 あった1個。部屋の中に、こっち、あ、なんだりゃ、ある、こっちの部屋は骸骨がある。うわ、お、あ、じゃ全部壊した、全部壊したわ。真ん中に集められた。第二形態みたいな。うい、なんでボス出ないんだ。俺たちは何と戦ってるんだ。これが本当にボスなのか。ボスなのかが分かんない。まあやってることいつもと一緒だよね。侵略だよこれは完全に。かわいそうだよ。ほらもうどっち向いていいか分かんないんだよ、ボスだって。これはひどい、これはひどい。変わる変わる叩いていく。やっていく。どっちが悪なのかわからない。本当数の暴力。数の暴力。てか HP 出ないから唐突に終わったから。わかんないですね。あれ、あ、ムービーか。お？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 来た来た来た。あ、開いた。なんか開いたぞ。どっか開いたぞ。あ、来た来た来た。どっかが開いた。個人的に建物から出た。なるほど、正義が勝つんじゃないと、勝った方が正義なんだと、そういうことなんですね。あ、これ館から出ました。館から出ましたね。出た出た、うん、あ、もう館、あ、もういき、え、あ、戻ってきちゃった。え、これ誰、俺の目の前にして誰。自分ですよ。びっくりした、アヤクさんもう幽霊になってボスの続きかと思った。俺から見たらアヤクさん剣と兜しかないから。あ、治った治った治った。怖っ。いやでも面白いね、ボスもいろんなボスがいてさ、バニラなりにすごい工夫されていて、すごいなこれ作った人。ね、あのボスの字のバグり方やばかったよね。あの本当にバグっちゃって、もう前からやめなきゃいけないのか何なのか分からなくて、ちょっと僕は焦っていた。ちょっとした怪奇現象みたいなね。あとね、皆さんコメントではね、スレイヤーっていう呪文が強いよっていうコメントが結構来ていました。えー、あ、闇ですか。そう、闇系はなんか MP 消費が高いんだけど、その分あの威力もでかいとコメントではしていましたので、今多分スレイヤーの2を、うっ、出た出た、貯めた分をここへ。やるね。誰か持ってるかな、金塊。今ボス倒したから。あ、それ誰か報酬手に入れたんでしょう。金ブロックが2つ手に入ってます。あ、金ブロック、あ、じゃあアイクさんだ。どうしましょう。はいじゃねえよ。